どうもー、はい、ニュースです。今回ですね、僕が運営するドリームアカデミアに、なんと、あ、ここに書いておきました。ドリームアカデミア、通称ドリアか、ドリームアカデミア、ドリームアカデミアナッツ、ナッツ、はい、新しいチョコレートが追加されます。はい、新講義ですね。はい、今回追加されるのが、まあ、まだちょっと追加されてないんですけども、追加されますということなんですけど、まずですね、あの、あやさん、サイトアフリエイト、サイトアフリエイトで、サイトアフリエイト、このサイトアフリエイト、まあその顔出しせずってやつですね。まあブログとかそういう感じです。で、このサイトアフリエイトで、まあ、正確に言うとアフィリエイトなんですけれども、このサイトアフリエイトで月に100万から、200万。まあ100万はもうずっと切ってないみたいなんで、まあこれを推移してるということを言ってましたけれども、この、ね、これぐらい稼いでる、あやさん、まあ僕、あやたーんとかね、あやちゃんとかいつもなんか動画を撮ってるんですけど、そのあやさんから、講義の方が今回7本作っていただいたということで、今編集をして、まあ一応今日上がってくるというような、報告というかね、いただいておりますので、まあ動画の講義をいただいたらですね、僕の方で、ポータルサイトにですね、追加していくんですけど、まあ補足としてちょっとあやさんからもあったんですけど、ちょっとですね、この講義がちょっとね、難易度が高いというところで、ちょっと初心者の方はちょっと分かりづらい部分があるかもしれませんっていうのであるので、まあサイトアフリエイトやられる方、うん、は、あ、まあこれ見ていただいて、分かんないことがあれば、あのお対策フォームからいただければ、まあ一応追加の講義も全然可能ですということを言っていただいておりますので、まあサイトアフリエイト、興味がある方は、いいんですかね、月100万か200万、サイトアフリエイト、サイトアフリエイトだけですよ。まあ広告収入ですね、物販とか、あのアドセンスとか物販ですね、はい、まあ A8 とか、あと、まああのあやさんもね、結構ね、その広告、いろんな広告やってるので、その広告主、その結構ね、あ、そんなのあるんだですねみたいなの、ちょっと、まあちょっと講義見てないんでまだわかんないですけども、まあいろいろ知識はめちゃめちゃありますんで、で、これを、じゃあ、しかもこれをですね、自分でカチカチやるんじゃなくて、どういった講義かっていうと、このサイト、こう100万とか200万がこう上がってくるサイトを構築するために、これね、外注化してるんですね。外注化。はい、外注化してます。外注化。だから自分がやる作業っていうのは、指導するっていう、そう、要はそのライターさんを教育するっていうことをやってるんですね。それをシステマチックにやってます。で、今ライターさんが50人ぐらいいると、一人で50人回してるんですよ。そう、すごくないですか。だからほぼその、だからあやさんも結構自由な時間があるんですけど、自由な時間がある理由としては、まあ基本的にその作業をやってくれてる人が、しかもですね、まあこれあやさんの僕セミナーに一回行ったんですけれども、こう面白くて、大体そのライターさんに原稿を上げてもらうじゃないですか。で、原稿を上げてもらって、その原稿を、自分でちょっと添削して、サイトにこう貼り付けるみたいな作業が、まあ大体イメージ、僕もそうだかなと思ったら、まあそのセミナーであやさんが言ってたのは、もうワードプレスでその権限付きで、権限をちょっとつけて、でもそのライターさんの人がもうブログに直で書いて、それで上げさせるとという、なので見るだけっていう、あとはもう OK だったら公開ボタンを押すっていう、これかなり良くないですか。で、それどうやってんのかみたいなね。そう、だから本当に手間がね、だいぶ簡略化されてるんじゃないかなと。で、あとはそのライターさんをその回す上でのその教育プロセスですよね。どういう風にやってそのライターさん、しかも単価が高い、単価が安い人しかやってないんですよ。もう初心者の主婦の人、全く初心者の主婦の人で単価安い人しか、やってないんですね。単価が高い人じゃなくて単価安い人を抽出していくと。だからその、ライターさんの単価も安いけど、まあこれ上がってるということですね。だからそれどうやってんのっていうところをですね、
詳しく講義でお話ししてくれてますので、してくれると思いますね。7個あるってことで、まあ、楽しみにしてください。一応多分ですね、僕の方もちょっと忙しいですけど、5月中にはですね、今日上がってきたら5月中には、追加しますので、これかなりですね、いや僕も楽しみですね。僕も一回あやさんのセミナー行ったんですけど、ノリでやっぱね、めっちゃ詳しいんですよ。それそうですよね。詳しくなかったらここ行けないので、あ、すげえなみたいな、だからドリアカに入っていただいている方の中でですね、顔出しできないとか、実際にブログやられてる方もいらっしゃるんですけども、かなりすげえ参考になるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ勉強になるんじゃないかなと思います。ただしちょっと難易度が高いので、はい、ちょっとそこはご了承いただければなと思います。で、これはですね、3万稼ぐステップのブログで稼ぐノウハウの中に入れようと思ってます。3万稼ぐステップのブログで稼ぐっていうノウハウの中に、入れようと思います。はい、な感じですね。はい、サイトアフリートですから、はい、ブログ、サイトですね、はい、そんな感じです。あともう一つですね、今回ですね、なんと、これももうあやさんの話はですね、もうあやさんがドリームアカデミア入ったのが去年の8月か9月ぐらいだったんですよね。で、その時からあやさんが、最終的に僕はもうドリームアカデミアに講義も提供しますっていうのをもうその時から言ってたんで、あやさんが講義提供していただけるのは知ってたんですね。で、まだかなみたいないつかなと思って、ようやくですね、講義の方取り終えたということで追加になるんですけれども、本当直近でレイナさんっていう方ですね、もう一人レイナさん、はい、で、このレイナさんのもう新しい講義の方を追加していただくことになったんですけれども、このレイナさんは直近で、2日で、210万ぐらいですかね、210万ぐらいで、2日で今月の売り上げが、ここが多分2日でセールスしたと思うんですけど、で、今月トータル、今月4月ですねが270万ぐらい、上がってると。女性の方なんですけど、じゃあこれ何のコンテンツを今販売してるのかっていうと、自分を変えていく、脳科学からのアプローチでその自分を変えて、そのよりよく人生を生きるためにその脳から変えていきましょうっていうコンテンツを扱ってるんですね。で、収入面だったり仕事面だったり全てに生きるよ、全てに応用できるというような、セッション、コンテンツを売ってるんですけど、それで、売り上げ作ってると。で、レイナさんはですね、僕自身もお客さんと、いろんなお問い合わせ対応を、ずっとしてますけども、僕も何万人ですよね多分。でもレイナさんはリアルで10万人ぐらいやってるんですよね。確か10万人だったな、ちょっと持ってたらすいません。リアルなんですよ。レイナさんはもともと起業してサロンみたいなのをやってたんですよね。で、そこに来るお客さんと、最初はサロンの、例えばエステとか、いろんなのをこうやってたわけなんですけども、サロンにこう来るの で、そこでそのなぜ脳科学に行ったのかっていうと、結局その、やってるんだけども、施術したりとかいろいろやってるんだけども、結局そのリアルで会ってるんでお客さんの悩みをこう聞くわけですよ。だからこんなことあったんです、ああそうなんですねってなんかやってるんですよね。まだこんなことあったんです、こういう悩みがあるんです、そうなんです、で、これをやってて、あれと、これってみたいな、ある段階でね、これってどう、みたいな、これってその悩みを解決するためには、悩みを、このお客さんのこの悩みっていうのを解決するためにはね、この外的な部分をいくらやっても、ダメなんじゃないか、内部的ですよね、内部的なところをきれいにしていかないとこうダメなんじゃないかみたいな感じで、ご自身でそのコーチングだったりとかいろんなことを勉強されまして、脳科学とかいろんなの勉強されて、で、今のその自分の経験もう本当リアルで10万人って言ってたかな、相当やったって言ってました。本当起業して10年以上ですね、リアルの人とずっと会ってずっとやってきて、その経験と自分で新しく勉強した脳科学の部分をエッセンスを入れて今やってると。で、その、脳科学からアプローチした、講義
自分をどう変えていけばいいのか。まあドリームアカデミアでもそのまあ、まあ僕夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうことを言ってるんですけれどね。でもほとんどの人が、まあ、やってる人はね結果出てます。本当に間違いなくやってる人は結果出てるんですよ。でもドリームアカデミアの塾生さんの中でですね、あの結果が今出てないっていう人はいます。これでいます、絶対います、てかいます。はい。でこのじゃあ結果が出てない人って 何が問題なのかっていうと、必ずどっかでブレーキがかかってるんですね。まあ、結論そのブレーキがかかって行動ができてないんですよ。じゃあなんでできてないのっていうとこなんですね。やれば結果が出るわけですよ。レイナさんも、まあ、ドリームアカデミアに入って3ヶ月ぐらいですけど、ね、これぐらいの結果は出てます。まあもう余裕で塾費用なんか余裕で回収してますよね。うん。でこんな話をすると、じゃあレイナさんがそこまでなんだ、経験があるから、うん、なんかそういう経験があるからできるんじゃないか。はい、そうです。はい、そうなんですけど、そうなんですけども、そうなんですけども、そうなんですそうなんですね、そういう経験があるからできるんですよ。うん。だけどその経験があるから伝えられることもあるんですよ。でね、最初じゃあレイナさんもまた経験なかったわけじゃないですか、十何年前。僕もそうです。僕も今は偉そうにこう言ってますけれども、全く最初は初心者だったわけですよ。だけど僕もずっと行動し続けた結果今なんですね。だから結論、その生まれたばっかりの赤ん坊がいきなりバナーナみたいに言わないじゃないですか。生まれた瞬間、あ、バナーナって言わないですよね。生まれた瞬間いきなりなんかネイティブな英語喋れるみたいな、生まれた瞬間。まずそもそも人間っていうのはどういうふうに構成されてるかっていうと、人格だったり、まあ、AB 型、A 型、B 型、O 型とか、そのなんだ性格とか、なんかそういう本出てますけど関係ないですよ。要は生まれてどんな情報が脳に入っているのかによって形成されていくんですね、自分の価値観とか全部が。要はもう何もないコンピューターみたいなんですよ。でそのコンピューターにどういう OS を入れるのかによってその動き方が変わるんですよ。例えばそのコンピューターに Mac っていう、Mac の OS を入れると Mac の動きになるし、何もない箱のコンピューターに Windows っていう OS を入れると Windows の動きになるんですね。でこう動き方違いますよね。だからどんな情報をコンピューター、何もないコンピューターの中にどんな OS を入れるかによって動き方が変わるんですね。そうで動き方が変わると処理できるものも違うんですよ。 Mac で処理できる、まあ、ソフトがあれば、Windows だけでしか処理できないソフトがあるわけですよ。わかります？だからどんな、脳の中に OS を入れるのかによっては本当動き方が変わるんです。で今行動ができてないっていう場合は、多分その入ってる OS がですね、行動ができない OS なんですね。処理ができないと、うん、そうだからまあその脳を変えていくと。まあ、ドリームアカデミアはこれから、まあ、あやさんのノウハウも入りますし、まあ、もちろん僕のノウハウとかもいろんなノウハウ講義どんどん入ってきます。だからノウハウとか稼げる方法っていうのは無限って言ったら語弊がありますけども、これからどん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 追加されていきますんで、稼げないってことがまずありえないんですよ。稼げないってことはまずありえないですね。じゃあ稼げないっていうことは 何が原因なのかっていうと、間違いなく行動ができてないんですよ。継続できてないんですね。行動はちょっとしたけどやめちゃってる、モチベーションがとか、こういう理由でとか、うん、結局その諦めちゃってる、うん、行動ができてないってところなんですよ。でじゃあ行動がした吉谷さんと行動してんだけど全然結果出ねえよっていう場合は僕にお問い合わせください。こんだけやってるのに全然結果出ませんと、どういうことなんですか、お問い合わせください。てかその前にお問い合わせください。せっかくもったいないんで、もしかしたら間違ってやってるかもしれないじゃないですか。ドリームアカデミアの講義を間違、なんかその違う捉え方をしてしまって、で違う行動をしてる可能性もありますんで、今こんなことやってるんですけど、これで大丈夫ですか？よくいただきます。昨日のライブ放送でもですね、森田さん、モーリーって言ってるんですけど、モーリーがですね、今スライドショーをちょっと作ってるんですね。セールスのスライドショー。で、吉田さんちょっと見てくれませんかっていう。いやまだ出してないですよ。スライドショー見てくれませんかっていうことで、じゃあ送ってきて、でライブでこれが良くないよっていうことをアドバイスしました。だから今こんなことやろうと思ってるけど、本当にこれでいいのかなというところに関しては、もうお問い合わせ、僕毎日ライブ、今日の夜もライブやりますけれども、毎日、どうでしょう、毎日で、ね、ライブをやってサポートしてますし、あとはお問い合わせフォームですね、専用のお問い合わせフォームからいただければ、お問い合わせ個別で回答してますので、まあ、それを活用してください。
だからそのサポートを活用すれば、うん、あとノウハウもちゃんとありますから稼げないことはないんですね。ないです。だけど稼げないんだったら必ず何か問題点があってストップしてるんですよ。でその問題点っていうのはそのまあ基本人間って脳からこの信号してるんで、その脳のベースを変えないといけないっていうところで、今回ですねあのレイナさんからその脳科学からアプローチした、そのどうすればその人は変われるのか、どうすれば人は動けるのか、なぜ人は動けないのかとか、なぜ継続できないのか、継続するためにどうすればいいのかっていうところを脳科学のスペシャリストからの観点の、しかも女性、はい、僕がバーって喋っても入らない人もいると思うんで、やっぱ女性の方がですね、プロの女性の方がですね、脳のスペシャリストの人がやっぱ言うと、あ、そうなのかってなると思いますんで、まあ、ぜひですねあのレイナさんの講義の方を、まあ、今行動ができてないよとか継続できてないよっていう場合はレイナさんの講義をぜひ見てみてください。でまだちょっと講義の方は追加してないですけども、上がってきたら追加しますんで。でこれはですねレイナさんの、この講義っていうのは、まあ ここら辺もちょっとあるかもしれないですけど、究極のマインドセットっていうゼロステップがあります。究極のマインドセットのゼロステップの中に入れますんで、まあ、なぜかっていうとめちゃめちゃここは大事だからです。例えば、まあ、これよく話すんですけども、なんで僕が、まあ、マインドセットうっせよって話なんですけども、なんでここが大事なのかっていうと、みんなそうなんですけども、まあ、土台がありますよね。土台まあ土台で、ここに家を建てます。ちょっとなんか汚いですね、はい、これ家って書いてあります、はい、で、ほとんどの人はこの家を例えば、ああそうだ、ダイニングはこんな感じでとか、ダイニングはこんな感じでとか、照明はこんな感じでとか、広さはこんな感じでとか、外見はこんな感じでとか、まあ、大体そういうふうな、ことを思うんですけども、この家を建ててる、ね、土台がですよ、本当に悪かったら家っていうのはこうすぐ傾いちゃうわけですよ。まあ、以前ね、本当結構前なんですけど、結構大手の三井住友かな、三井住機か分かんないですけど、三菱かな、結構大手の会社さんがそのマンションを建てたんですけども、マンション建てたんですね、バーンって。だけどここの土台のここの柱がなんか2本か3本ぐらいしかなかったんですよ。で本当だったらもっと入れないといけないんだけど、ここが欠陥で、土台の部分のポール、柱が少なくて傾いちゃったんですよ、マンション全部が。でも大問題になって、で住めねえじゃねえかってなって建て直し、もう相当金かかりますよっていうニュースが前流れたんですけど、そうじゃないですか。中だって家の中身がめちゃめちゃ綺麗な感じになってて、おしゃれになってても、ここの土台がなかったら倒れて住めますって話じゃないですか。歪んでるとこ住みたいですかっていう。だから結局ここ大事なんですよ、ここね、うん。でもほとんどはここの家の豪華にしたいっていう、このテクニックですよね。テクニック、ノウハウとかをみんな求めるんですよ。これをやれば稼げるみたいな、この家に、こんな家に住みたい、こんなテクニックがあったら、こんなノウハウがあったら稼げる、こんな家に住みたい、こんなおしゃれな家に住みたい、いやいや土台が悪かったら倒れるよって話なんですね。ノウハウとかテクニックも土台がないベース、土台がない状態でこれ学んでも結局うまくいかないんですね。うまくいかないんですよ。そうだから、まあ本当にここ大事ですから、マジで大事です。これだって、これ大事なの分かりますよね。家をベースに考えたらどこ大事ですかって分かりますよね、こんなのは。だからこれが事実なんですよ、これ事実ですよね。じゃあめちゃめちゃおしゃれで、中身がめちゃめちゃおしゃれで、すごいキッチンもすごくて、ダイニングもめっちゃ広くて、なんかもう理想の、しかもなんか眺望、しかもあのタワーマンションで眺望でイルミネーションだけど傾いてるみたいな、めっちゃ傾いてるみたい、住みます、そこで10年20年住みたいですか、ずっと傾いてるんですよこれ。
こうやって歩きます。僕はどんなに綺麗な家だったとしても、どんなに豪華な家だったとしても絶対住まないですね。だってずっと斜めってるんですよ。でビー玉転がすとブーンみたいな、なんかおかしくなりますよね多分感覚が。住まないですよねそこがどんな良くても。だから土台なんですよ。だからここがちゃんとして しっかりないとダメってことです。本当に本当にダメなんですね。で今回その究極のマインドセットの中に、その脳科学からね、女性の講師としてレイナさんが、まあ、究極のマインドセットの方にですね、ご講義ぐらいこうご提供していただきますので楽しみにしていてください。であとですね、まあ、今回その動画を撮ろうと思った理由としてはですね、実はこのレイナさんはですね、まあ、僕と違ってその、まあ、脳科学みたいなすげえ綺麗な感じでやってるんですね。だちょっと色が違うんで、ちょっとね、まあ、教えることはできるんですけど、僕のジャンルと、まあ、お金儲かりますよみたいなジャンルとレイナさんのジャンルがちょっと違うわけですよ。だからちょっとアドバイスは全然できるんですけど、僕とあんまり関わるとなんかその向こうにその影響があるんじゃないかなということで、僕結構遠慮をしてたんですね。ずっと向こう綺麗なんで、でこっち汚いじゃないですか、なんか儲かるぜみたいなね。まあ情報商材もう情報商材なんか詐欺だみたいに言われてる中でですね、いや僕はですね、一応僕は真面目にやってますよ。めちゃくちゃ真面目にやってますけど、世間体としてね、詐欺だ言われてね、で実際問題市場にはそういうものが溢れてるわけですよ。でいくら僕が真面目にやったとしても9割のところが悪かったらやっぱ9割を見るわけですから、1割も淘汰されてるわけですよ。だから僕はですね、ちょっと距離を置くじゃないですけど遠慮をしてたんですね。ちょっとまあアドバイスは全然バーってしてましたよ。もちろんドリアカの講義も見ていただいてやっていただいてるんですけども、でそんな時ですね、ライブ放送でゆっこさんっていう方がですね、提案をしていただきまして、ゆっこさんも今メディアでこう発信してるんですね。塾生のゆっこさんっていう方がいらっしゃるんですけど、ゆっこさんがですね発信してる中やっぱねいただくらしいんですよ。継続ができないとか、モチベーションが上がらないとか、夢がないとか、挫折しちゃうとか、続かないとか、まあ、そういう悩みをいただいてて、でまあ、レイナさんかなんか脳科学やってるかなんかちょっと講義あるといいですねみたいなライブ放送でご提案をいただいたんですよ。あと で僕からはちょっと言いづらいので、すいませんと、ゆっこさんからこんなご提案あったんですけどと、ゆっこさんからこういうご提案あったんですけどどうすかみたいな、僕じゃないとゆっこさんがご提案いただいたんですけどとかみたいな。そしたらレイナさんが、おいそうみたいな、おいそうみたいな、マジでみたいな、早いなみたいな、まあそんな感じで、本当にゆっこさんが今回ですね、言ってご提案いただかなかったらこの講義はですね一生生まれなかった。僕はちょっとね、講義提供してくださいなんてちょっと言いづらいんで、まあちょっと綺麗なね感じでやってるんで、だからまあゆっこさんのおかげかなというところです。今回ですね、ゆっこさんのご提案がなければですね、レイナさんの講義は本当に入ることはなかったと思いますので、でそのゆっこさんがですね、なんと動画を送りつけてきました。動画を送りつけてきました。はい。でその動画、これからですね、ゆっこさんがどういう動画を、アウトプットしてこう僕に送りつけてきたのかについてはこうシェアしますので、興味がある方はぜひ見てみてください。ということでですね、まあ新講師2人と、講義の方もまた追加されますので楽しみにしててください。はい。あとこれからゆっこさんの V に移しますんで、よかったら、その立案者ですね、立案者、はい、立案者のゆっこさんからの講義を、あ、講義じゃないわ、動画、はい、見てみてはいかがでしょうか。ではどうぞ。どうもこの度は、吉谷先生、そして、レイナちゃん先生、レイナ先生、この度はですね、本当にありがとうございます。まあ、何がありがとうございますかと言いますと、私のもう、あつかましいリクエストに、答えてくださいまして、嬉しかったです。もう、嬉しかったんで、これはちょっとやっぱりね、動画でね、返信しなきゃと思って、まあ、ちょっと迷ったんですよ。吉谷さん宛てに別々にいいと思ったんですけど、やっぱりまあ、こう、ドリアカなんでね、いいかな、
って思って、うん、まあその方がなんとなくって口癖だな私な、うん、都合がいいかなと思いまして、あの動画を送りつけました。まあ目標5分いや5分ないで喋れないんで、さっき他の人の動画もめっちゃ長かったんですけども許してください。まあアウトプットしないとね、これもアウトプット病にかかってるんでね、うん、感謝したいと思ってね、とりあえず感謝の気持ちが伝わればというふうに思ってるんですね。まあ、これで、まあ、どうしてなんかね、どあつかましくね、リクエストしたかというと、あの、まあ、私にとっても有益なコンテンツになるんじゃないかと思ったし、あとほら、まあ、あの、まあ、お客さんというかね、問い合わせで結構あるんですよ。なんていうのかな。あるというか、あの、私もアドバイスしてるんですけど、動けばいいのにって思うんだけど、みんなやっぱり動けないんですよね。動けない、続かない、楽しめない、近視眼的な見方をする、継続できないっていうことですよね。で、挫折するってことじゃないですか。うん。だからそれやっぱメンタルが関係してるですよね、ですよね。うん。で、一応私もこういろいろ調べてしたんですけど、まあどうせならね、こうドリアカという商品を私はレビューできる、アフィリエイトできる立場なので、紹介できる立場なんで、あのこういうね、まあ女性講師っていうのも新しい風だし、あとこういう分野ってちょっと珍しいと思うんですよ。他のネットビジネススクールのコンテンツではちょっと珍しいかなと思うんですけど、でもまあ、中にはあるそうですけどね。なんでやっぱドリアカって私はスーパーエクストラマックスウルトラいっぱい述べただけですけどすごいと思ってるんで、やっぱり入れていただく、まあ形にして入れてもらうといいのかなって思ったんですよね。あのレイナさんの 大専門でもあるし、もちろん吉谷さんの専門でもあるって言えるんですよね。ですなんですよ、うん、マスク限定、あ、なんかぐちゃぐちゃと、いつもぐちゃぐちゃトークごまかしてます。はい。ですよね。うん。はい。だから、そういう事情で、あの、リクエストさせていただきました。まあ、本当にあの、二人のね、あの、お時間ね、取って、検討することから実際に作業にかかって動画を撮って、テキスト書いてね、アップロードして、で我々に知らせてくれて、メールで知らせてくれてて、一個一個の作業ですよ、一個一個の作業、うん、それは私も情報発信、あのお二人にはかなわないですけども、やっておりますね。その苦労は一個一個わかるんですよ。あの空気のようにね、吉谷さんは動画をお撮りになってる、でレイナちゃんの起業 の歴史もすごいし、あのメディアコンテンツっていうのをされてるので、そこにはかなわないですけど、でもすごくわかるんですよね。当たり前のようにこう我々はね、受け身になっちゃいけないって、私はまあこれ思うんですけど、私は思うんですよね。だから、うん、こういう動画が送れる相手なので、あの私はもう感謝したいと思った時には、そう毎回はねすると鬱陶しいと思うんですよ、お二人もね、うん、もう多分鬱陶しがられてる、てられ、あ、どっちでもいい、どうでもいいトークしちゃったね。はい。で、何分喋った ?4 分か。私にしたら珍しいな。私にしたら珍しい。で、今ね、バックでかかってる、ミュージック、多分気になってると思うんですよ。なってないかな。これ私の鼻歌なんですよね。うん。ちょっと聞いてみて。ん?ん ?NHK のお兄さんみたいに。ん?はい、これね、世界に一つだけの花ですね、うん、しかもボイチェンしてちょっと早回ししてるんです。まあその方がね、割と受けが良かったりするんです。一部のマニアックなファンがね、コアなファンがね、楽しいって言ってくださるんですけどね、これは私の人生のテーマの一つでもあるんですよね。やっぱりこう、まあ何ですかね、今止まったね、かなり止まったね。やっぱ比べてしまう時って時々やっぱ人間ってあるんですよ。情報発信やっている私立場ではね、としてではね、めっちゃタメ口ではですね、まあ、やっぱりこう自分がね、結局ね、そのナルシストって私は別に悪いことじゃないと思うんですよ。こういう分野に関しては、自分好きじゃないとこの情報発信なんてできないし、なんだろうな、恥さらけ出しているような感じじゃないですか、うん、
で、それできるのは自分が好きだからできるし、自分が好きだから続けられるし、他と比べないからできちゃうんですよね。その需要はたくさんあるので、ネット上では自分の知識のコンテンツをね求める人っているってわけじゃないですか。すごくなんか資格とか取らなくても全然できることじゃなので、で時々でもやっぱりね、うん、まあ人間なんでね、いろんな家庭の事情とかいろんな諸事情で落ち込むことってあるんですけども、こういうスマップの曲好き、やっぱ好きなんで今ゲップしてるすいません、鼻歌でねお届けいたしました。まあ、ちょっとね耳暖房にして、ん NHK のお兄さんみたいに、ん聞いてごらん、はいっていうことです。まあ長い動画、私にしたら珍しいもっと喋れるよ、もっと喋れるよ、どこやくまちゃんが映ってる、あこれし豆柴なんですけどね、豆柴だよ、イエイ、はい。でまあちょっと多分気になってないか、この吉谷さんのこれのこう使わせていただきました。こうめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。でちょっとモーリーもいてね、モーリーもいてね、モーリーも先生になったらいいね。うん、はい。まあ、ドリアが本当変わっていくなと思って、私も本当にね、まあ、人生が変わったと言っても過言じゃないですけど、うん。楽しみにしてます。私もメンタルとかそういうし、まだ喋ると思ったよね、今ね。思いましたよね。もうちょっと喋りますね。心理学とかそう好きで、まあ、パニック障害とかなってたんですよね。あ、今でもそうですよ。うん、で、マハが心配して、ね、保険の効かない、医療機関とか行きます。要はその、保険が効いちゃうと、お医者さんもその、医師会だけの枠でしかできないんですよ。で、本当に医療とか強く志している方は、わざわざ保険員行こう。抜くんですね、保険じゃなくなるんですよね。でそういうとこ行ったんですよ、三宮の方にあるね、めちゃくちゃいい先生で、なんか母はすごく心配性なので、まあちょっと話ちょっと脱線しようかな、姉がアスペルガー障害って聞いたことありますか、発達障害とかいろんな言い方しますよね。でまあここかなりカットしてちゃんと本気で語ると3日ぐらいかかっちゃうんで、まあ姉のことで私はまあ苦労したと、まあ、客観的には見えちゃうんですよね。で体を壊し、まあ、心も壊しという形したらいいかな、うん、それで、まあ、ガンガン外でも働けなくなったのでネットビジネスに来たんですけども、うん、で、まあ、母はやっぱ自分を責めるんですね、うん、ここ本気で語ると泣いちゃうんでちょっとやめますけども、で、まあ、いいお医者さんに私は病院はしごさせたんですよ、うん、でもすごく嫌で、で、まあ、言ったようにバイオフィードバック療法ってやつですね、分子整合精神医学ってやつですね、要は思い込み、心理学、思考は現実化する7つの習慣、あのあたりに似てるんですけど、で薬で治らなかった、食べ物でも治らなかった、要は物理的なものであなたは治らないってお医者さんにその保険医を辞めた人に言われたんで、それで、まあいい感じに回復しました、うんうん、で周りもびっくりしましたね、うん、なんですごくそういう知識とかはこう素人ながら持ってるので、すごく私も求めてたんで今回リクエストさせていただきました。もしたどんだけ喋るねって感じアホやなーいなんですよ、うん、何分喋って、あともうちょっと喋っていいですか、いいですか、いいよいいよだね、はい喋ります、はい。でまあさっきチャレさんとはね、まあ実際に会ってるんですけども、私にとってチャレさん、なんでチャレさんの話するかでちゃんとつながるので大丈夫です、エンジェルなんですね、私はエンジェルパイ、森永エンジェルパイって呼んでるんですけども、エンジェルチャレさんと、まあ結構動画でやり取りする、彼女も送ってくれるんですよ、ごめんねみたいな感じで、すんごくめっちゃいい人で、もうチャレっていう感じでね、ご主人さんもめちゃくちゃいい人なんですよ、吉田さんつながりのこととかね多分している人なんですけど、うん、でまあチャレさんと出会いたいねとか言ってたのも出会えなかったんですけど、ひょんなことで出会えたんですね。だからあめちゃくちゃ話脱線してまとまってない、やっぱり、うん、いや違うんですよ、飲み会の話をしようとしたんですね、はい、
今度ね。で、行きたいです、私も。でも 100% ちょっと行けるって言えなくて、でもめちゃくちゃ行きたい、めちゃくちゃ行きたいです。やっぱり、やる気をもらいたいですね。で、チャーリーさんは、ね、すごく遠慮してて、いや、行ってみないのにって言うんだけど、いや、そんなん全然、みたいな、ドリアカのノリをね、もうなんていうのか、私はこう、YouTube のあのコメントで、どうもーってね、いう言葉で入ってくる人は、全然 OK 牧場じゃないかなと思ってるんですよね。うん、なんで、まあ、これはね、彼女の信念があるので、無理に言うとね、ストレス与えちゃうので、うん。あ、そう思い出したな。動画でやり取りしてるっていうことが素敵だなっていうことを言いたかったんです。うん、うん。だから やり取りしてるんですよ。チャーリーさんとも。うん。だからこういうアウトプットできる機会ですよね。だからこれ私は今見てる YouTube は公開してないですよ。してないけど他のメディアでこうやってるんです。公開してるんですけども、何ですかね、コンテンツにもなりますよね。だから自分の情報発信の一種のいいツールとなっているので今めっちゃ止まってますね。はい、感謝してます。うん、一石二鳥になってます。で、この YouTube 宣伝しないでくださいねって変な言い方してるな。うん、いいんです。本当やらないでくださいね。なんか変な言い方してる。わかります？この気持ち。いや、以前やってたのは、なんて言うんですかね。吉谷さんの力を使っちゃってたんで、今回は自分の、まあ、力っていうかね、それは頼ったらいいんですよ。わかってるんですけど、本当にこう、以前のはこう、なんかわかんない状態でやっちゃってたんで、今のは20個ぐらい、まあ、動画撮ってるんですけど、それをこう、一気にアップロードしよう。で、毎日発信しようと思ってるんですけどね。はい。なんで、しなくて大丈夫っていうことも、お伝えしたいと思ってます。はい。伝わってますね、自分の。うん。まあ、多分、このぐちゃぐちゃトークはバックミュージックで、カバーできてるんじゃないかなって思ってます。スマップの一つだけの花。聞いてごらん。ね。はい。ということで、本当に心からですね、ドリアカ講義に入れてくださるということを考慮してくださり、計画進めてくださっていること本当心より感謝しております。リュックからの拙い気持ちですけども、拙くないです、いただない感謝ですけども、届いてくださったらそれで感無量でございます。ありがとうございました。